ーにあいつの監視を命じられたからずっと気づかれないように尾行してるけど、あいつ朝からずっと無目的にブラブラ歩き回ってるだけよね。もしかして私の尾行に気づいてる？だからあえて意味のある行動をせずにいるの？いやでもあいつそんな知恵が回りそうに見えないわよね。私の尾行は完璧なはずだし、足音を消すのとか得意だもん。ついでに魔法で気配を遮断してるし。うん、大丈夫大丈夫、私は着実に任務を果たしてみせるわ。なんたって私は陛下のお気に入りのいい子だもん。上手にお仕事をこなせば一度ぐらい褒めてもらえるかな。でもさすがに動きがなさすぎてだれてきた。もう飽きちゃったわ。私って集中力がないのかしら。あ、猫がいる。猫、おいでおいで。かわいいな。私の下僕にしてあげよっか。私大事な任務の途中なの。お前らと違って野良じゃないからね。ペットだからご主人様の役に立たないと捨てられちゃうのよ。にゃーにゃー泣いてる。かわいい。あれ、あいつがいない。ああもう、あいつって気配ないのよね。ちょっと目を離すと見失っちゃうわ。どこ行った。猫と遊んでる場合じゃなかったわ。どうしよう。探知魔法であいつの居場所を探れば。あれ、私の後ろにあいつの気配がある。さっきまで前を歩いてたのに。魔術式の構築をミスったかな。こういうせせこましい魔法は苦手なのよ。やばい、あいつの気配が近づいてくる。隠れる暇はなさそう。びっくりした。ふざけんな。大声を出しながらダッシュで近づいてくるんじゃないわよ。心臓が止まるかと思った。殺すぞ。どうしよう。どうすればいいの。普通に会話を交わしちゃったから今さら他人のふりもできないし。奇遇ね。こんなところで何してるのあんた。どうしようどうしよう。なんとか適当に言い繕って早めに撤収するしかない。うん、そうしましょう。え、何か用ですかって、朝からずっと尾行してたでしょって。嘘でしょ、気づいてたの。私の尾行は完璧だったはずなのに。いやいや、何のことかしら。尾行なんてしてないわよ。自意識過剰なんじゃないの。おかしなことを言わないでよ。ふざけないでよ。殺すわよ。うんうん、わかればいいのよ。なんとかごまかせたわね。え、あんた道を聞きたいの。迷子なの。だから声をかけてきたのね。つうか朝からずっとうろうろしてたのは道に迷ってたからなの。付き合わされたこっちはたまったもんじゃないわよ。目的地はどこなの。つっても私もこの町には詳しくないから道案内とかは無理かも。いや、やればできるけどね。バカにしないでよ。ふむ、宿泊してるホテルの場所が分かんなくなったのね。あ、これってチャンスかも。こいつの寝床を突き止めてその近所に私も宿を取れば朝とか夜とかにもこいつの監視ができるわ。よし、気が変わったわ。私が道案内してあげる。困った時はお互い様だもんね。そうでしょ。ありがとうって
やあね、お礼なんていいのよ。バカなやつ。あんたは何も知らずに危険な存在を自らの寝床まで導いてしまうのよ。もっと他人を疑うことを覚えなさい。高い授業料になるわよ。眠ってる時とか無防備だもんね。これで煮るなり焼くなり好きにできるわ。何もかも私の思うがまま、私の自由よ。陛下もきっとよくやったって褒めてくれるわ。よし、そうと決まれば出発よ。ついてきなさい。何もかも全部私にどーっと任せておけばいいのよ。にゃーにゃーにゃーんにゃーん、にゃー、急に声をかけるんじゃないわよ。あれ、あんた何してんの、こんなところで。私はあんたには関係ないでしょ。しくったー。こいつが宿泊してるホテルの近所に私も潜伏して、こいつの動向を監視しようと思ってたのに。うん、それが私の任務だから。だけどホテルの利用の仕方とかわかんないし、私って住所とか身の証を立てるものが何もないし、宿屋の人間に怪しまれたから逃げてきちゃったのよね。つまらないことでつまずいて任務に失敗したら嫌だし、でも今日は外で泊まるって言ったから王宮にも帰れないし、行き場がなくって途方に暮れてたのよね。そしたらなぜか猫が集まってきたから、撫でたり買ってきた餌を与えたりしてたのよ。でもその辺の経緯をこいつに言うわけにもいかないし。ん？なーにその顔は。なんか文句でもあるの？ああ、うん、もう遅い時間だもんね。近所迷惑よね。なんかあんたに常識を解かれると腹立つわ。ん？どうして変な声を出してたのかって。ああ、にゃーにゃー鳴き声がしたから気になって見に来たのね。好奇心旺盛ね、あんたって。街中とはいえ最近はランドソルも治安が悪いんだし、あんまりフラフラ出歩かない方がいいわよ。それは私も同じだって。そうね、まだ病み上がりだしな。暴漢とかに襲われたら抵抗できないわ。もう仕方ないし、お家に帰ろっかな。陛下にはこいつに気づかれそうになったからとっさに退避してきたとか言い訳してさ。まあ気づかれるどころか、こうして面と向き合っておしゃべりしちゃってるんだけど、あー、うまくいかないな。って、私声に出してた？聞かなかったことにして、忘れてね。なぜか猫が私の衣装をよじ登ってきたわ。やめて、毛がつくでしょ。いい子にしててね、にゃんにゃん。ん？何よじっと見て。猫が珍しいの？ああ、そっか、あんたって記憶喪失なんだっけ。これは猫っていう動物よ。可愛いでしょ。あんた抱っこしてみる？そうとよ、落っことさないようにね。猫すっごい嫌がってる。引っかかれたら大変だからこっちに戻して。猫の爪とか口って雑菌まみれだしね、破傷風になっちゃうわよ。よいしょ。あー、ぬくい。ん？何よ、じろじろ見ないでよ。私は随分猫に好かれるのねって。私は動物とか魔物とかに懐かれやすいのよ。ちょっと事情があってね。私の特殊な性質によるものだし、別に猫も私のことが好きなんじゃないと思うけど、私きっと誰にも愛されないから、本当の私を知ったら多分
みんな私が嫌いになるわ。あんたは私が好きって。バーカ、よく知りもしない相手を簡単に好きとか言うんじゃないわよ。わけわかんないあんたって。そういうことはもっと愛されるべきいいやつに言ってあげて。さすがに夜更けだとちょっと冷えるわね。風邪ひかないうちに私帰ることにするわ。あんたもさっさと宿屋に戻ってベッドに入りなさいね。うん、バイバーイ。バカみたい。結局仲良くおしゃべりしちゃったわ。なんか全然うまくいかないわ。当面の目的はティアノじゃない、ペコリーヌとあいつの監視。命令があったら魔物をけしかけて始末する。今んとこ監視を続行することになってるけど、私尾行とか下手なのかな。あっさり感づかれちゃった上、なぜか毎日毎晩一緒に食卓を囲むことになっちゃったし。これも作戦通りよ。親密になることでよりたくさん情報をゲットできる立場を得たわけよ。前向きに考えましょう。私は決してミスってないわ。でもまあ陛下にそのことを説明しても納得してもらえないかもしれないし、まだ報告はしないでおこうっと。陛下どこに地雷が埋まってるかわかんないしな。たまに不意に切れるし、そういうところは私と似てるわよね。血のつながり感じちゃうわ。気をつけないとね。うっかり陛下の逆鱗に触れて、お前はもう用済みだって言われて捨てられちゃったら嫌だし。従順に任務をやり遂げてるって思っていてもらわないと。あいつらと仲良くなって陛下の欲しがってる情報をゲットできればいいわけだし、そしたら経過は問題じゃなくなる。いつだって大事なのは結果よ。うんうん。そっちに逃げたぞ、捕まえろ。何、一体何事よ。あ、キャル様、お疲れ様です。今こっちに誰か逃げてきませんでしたか。王宮の周辺を不審な奴がうろうろしてたんですよ。私もさっき王宮から出てきたばっかりだからわかんない。もう通り過ぎてどっか行っちゃったんじゃない。そうですか、了解です。その不審人物らしきやつを見かけたら大声を出してください。すぐに我らが駆けつけますので。ああ、うん、わかったわ。お仕事ご苦労様。ちょっとあんた、連中どっか行っちゃったわよ。出てきなさい。はあ、やっぱりあんただったのね。とっさにかばっちゃったけど、あんたこんなところで何してんの。植え込みの中に潜んじゃってさ、本当に不審よ。ギャルちゃんってか、来やすいわねあんた。別にいいけどさ。まあいいわ、立ち話してる場合じゃないでしょ。とりあえず逃がしてあげる。ほら私と一緒に来なさい。誰にも見られずに王宮から離れられるルートがあるのよ。グズグズすんな。あんた私の従者のふりをしときなさいよ。本来なら王宮の敷地内には王侯貴族しか立ち入れないんだからね。この細い道を通ってあの門から出ればランドソルの市街地よ。そこまで一緒に行ってあげるわ。ったくもいちいち手間かけさせるんじゃないわよ。あんたがナイトメアに捕まりでもしたらめんどくさいんだからね。いざとなれば私の権限で釈放させられるけどさ。
ナイトメアは王宮直属とはいえ、最近じゃ王族への忠誠心も薄れてるし、実際ゴロつきの吹きだまりみたいになってるんだから、捕まったらひどい目に遭わされるわよ。気をつけることね。別にあんたが心配なわけじゃないわよ。職場の近くで揉め事を起こされたら鬱陶しいってだけ。うん、私この王宮に仕えてるの。一応爵位もあるわ。だから王宮の敷地内にも入れるのよ。貴族様ってわけよ。ふやまいなさいよヘイミンガー。まあ陛下の使い走りをするためには王宮に自由に出入りできた方がいいだろうって与えられた架空っていうか薄っぺらい身分だけどね。ってこれ喋っちゃダメじゃん。あーもうこっちばっかり情報を与えてどうすんのよ。あべこべよ。うまくいかないな。ん？何よ、気安く頭を撫でないでくれる。よくわかんないけど元気出してって慰めてんじゃないわよ。っていうかあんまり慣れ慣れしくしないでよね。仲良くなればなるほど後で苦しくなるんだから。ううん、独り言。それよりさ、あんたこの後暇？助けてあげたお礼にご飯でもおごってよ。美味しいものとかお腹いっぱい食べたいわ。何もかもうまくいかない残念な一日でも、美味しいものが食べられたらなんとなくハッピーって感じになるでしょ。薬草入りのおかゆが疲れた胃腸に染み渡るわ。あんたも好きなもんを注文しなさいよ。ここの料理はお腹に優しいのよ。おまけに最高に美味しい。みんなで一緒に食べに来たことあるから知ってるだろうけど。あれから気に入っちゃってね。よく食べに来るの。特に朝食をとるときに利用してるわ。このお店は勤め先、王宮からも近いしね。平和な一般家庭のお坊ちゃんお嬢ちゃんと違って、私には3食作ってくれるような親はいないしね。食べ物は自分で手に入れなきゃ飢え死にするのよ。だからもう正直あんたたちと一緒に食べ歩きができて助かってるわ。安くて美味しいお店とかいっぱい知ることができたしね。本音で言えば夕食だけじゃなく朝昼晩といつでも食べ歩きしたいぐらいよ。誰かと一緒に賑やかな食卓を囲みたいわ。まあ、あんたたちにも生活があるし、毎回私に付き合わせるのも申し訳ないけどね。そんな風に仲良しな友達っぽく振る舞う権利は私にはないし。ごめん、こんなことをあんたに言っても仕方ないわよね。しかしまあ、いつだったかコロスケが言ってたけど、食べることは生きることよね。食生活が充実してると幸せだなって気分になってくるわ。なんだか最近とっても機嫌がいいの。あんたたちのおかげよ。ずっとこんな毎日が続けばいいのにね。あんたなんか光ってるわよ。どうしたの急に。何これ、陛下はこんなこと何も言ってなかったのに。あーくそ最悪。財布どっかに落とした。ううん、スリにでも盗まれた。どうしよう、うちこの駅からは遠いのよね。電車を使わないと徒歩で帰ったら日が沈むどころか夜が明けるわ。予備校からの帰りが遅いと怒られる。うちのママ私が言われた通りに動かないとどっかで悪さしてるんじゃないかとか思い込むしな。それで何回かバイトをクビになったし、せっかく仲良しのお友達ができそうだったのに。うぜ、あいつ死なないかな。
に。無駄に切れてても仕方ないか。どうにかして電車賃調達しないと。バイト先にでも行って給料を前借りさせてもらう。でもバイト先もどこも地元だし。なのにママが風水的に縁起がいいとか言って予備校だけ遠くの駅前にあるのを選ぶし。だからよ、風水ってバッカじゃねえの。ああ不幸だわ、全部ママのせいだ。家出したいな。このまま二度と帰らずにどっか遠い町で暮らそうかな。でもダメ、我慢。せめて大学ぐらい卒業しないと。今は就職とか厳しいみたいだし。そこまで耐えていい職についていい男でも捕まえて幸せになるのよ。それでママに私が幸せになったのはあんたのおかげじゃないからって言ってやるの。それが私の復讐なのよ。はあ、嫌な人生だわ。なんで私ばっかりこんな。ん？何よあんた、何を見てんのよ。偽物じゃねえわよ、殺すぞ。はあ？すっとぼけたことを言ってんじゃねえわよ。なんなの？喧嘩売ってる？どっか失せろよ、目障りだわ。マジで殺すぞ。ん？何？聞こえなかったわ。はっきり喋ってくれる。は？電車賃、よかったらお貸ししましょうか。って？私が大声でわめいてたから心配になったって。ほっとけ！でっかいお世話よ、バーカ！惨めな女子中学生に優しくしてやってさ、自己満足にふけりたいの？でも残念でした。私は他人の優しさなんか信じないわ。どいつもこいつも善人ぶって高いところから他人を見下してさ。バカにすんじゃねえわよ、死ねばいいのよ。みんなみんなみんな。ちょ、何？あんた今何か投げつけたわね。やる気？喧嘩を売ってるなら買ってやるわよ。こっちとら路地裏で育った昭和のクソガキよ。暴力沙汰には慣れっこなんだからね。あ、こら逃げるな。戻ってこい、ぶっ殺してやる。ったく胸クソ悪い。何だったのかしらあいつ。どうも制服から言ってこの近所の高校のやつっぽかったけど、顔は覚えたからね。次に見かけたら出会い頭に引っかいてやる。ん？あいつが投げつけてきたの。何これ、よく見たら財布？あ、メモが入ってる。そういえば何か走り書きしてたわね。電車賃として使ってくださいって。はあ、何それ。これじゃまるでカツアゲしたみたいじゃない。確かにこれだけあれば普通に家まで電車で帰れるけど。助かっちゃうけど。あ、生徒手帳が入ってる。あいつはこういうのね。住所まで書いてあるし、とりあえず電車賃分だけ借りてお金は後でこの住所まで返しに行けばいいわよね。もらいっぱなしじゃ気持ち悪いし。一応感謝しておいてやるわよ。こわー、キャルちゃんめちゃくちゃ柄悪いわね。見てるこっちがビビったわよ。完全に言動がヤンキーだったわ。どんな環境で育ったら中学生の女の子があんな言動するようになるのかしら。なんだかちょっと気になるわね。ごめんごめん、一応説明しとかないと戸惑うわよね。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。どうせ目が覚めたらほとんど忘れちゃうし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。あんたはあっちではキャルちゃんとはほとんど交流がなかったみたいだし、実際
回想できそうな思い出もほとんどないんだけどね。もうちょっとだけ補足説明をしておくと、この出来事の数日後、あんたはお財布と電車賃を返しに来たキャルちゃんと再会することになるわ。そこでアストルム、ゲームですでに出会っていたことが分かってお互いにびっくりっていう、あんたがよく経験してる例のあれがあったわけね。ただそれ以降も別にほとんど接点もなくて、あんたとキャルちゃんが仲良くなるような展開は最後までなかったのよ。どうも生活圏がほとんど重ならなかったみたいだしね。キャルちゃんも家庭の事情であんまりアストルムにログインできなかったみたいだから、だからこそ今あんたとキャルちゃんが出会って交流を重ねてるのが不思議なんだけど、誰かの何らかの意図がある気がするわ。まあ今はそんなことを考えても仕方ないか。単なる偶然かもしれないし、じゃあね、長々とだべってても仕方ないし、今日はこの辺で失礼するわ。バイバイ、またね。あんた大丈夫？体調でも悪いの？風邪とか？症状によっては私の回復魔法が効くかも。魔法は結構得意でね、いっぱい勉強と修行をしたからいろいろと使えるのよ。ん？何よじっと見て、私の顔になんかついてる？何よもう、変なやつ。それより料理が冷めちゃうからさっさと片付けちゃいなさい。私は午後からも仕事があるのよ。暇なあんたと違ってね。もう追加で注文しないなら先にお会計だけ済ませちゃうわよ。ん？あんた財布を忘れたの？間抜けね。いいわよ、どうせ今晩もみんなで一緒にご飯を食べるでしょ。その時に払ってくれたらいいから、ここは立て替えとくわ。ん？何よ、意外そうな顔をしないでよ。失礼ね。私そんなにお金にがめついやつに見える？あれ、どうしたのよ、どうしてそんなに怯えて何度も頭を下げるのよ。別に怒ってないわよ、私って顔が怖いのかしら。本当に今日はなんだか変よ。